川崎市宮前区平良にある白旗八幡大神の毎年3月宇野市に行われる初祭を訪ねてみました。今頭の上に大蛇が飾られておりますけど、意味があるんでしょうか。先代から聞いてますと、畑の中の蛇がカエルとか悪い虫を食べるということで、これが買えないようにどんどん入れていけば、もうちょっとこっち、あ、そうだそうだね、取れました。じゃあこれ入れちゃっていいですか。これ長いわ。 OKOK、 あ、いいねいいね、あ、いいねいいね、まっすぐだ、うん、初祭とは、初祭、はい、この辺は昔から農村地帯ですね。で、五穀豊穣を記念して約300年近く前から行われております、はい。Thank you.